正直これを超えるクジラの怖い画像ってないよな。恐竜よりロマンあるわ。パクーされないんか。背中にしがみついて潜ってみたい。怖いでもかわよ。怖すぎる会ん中でこれ見たら死を覚悟するわ。クジラはパクーで。一枚目とかマジで怖い。死んだ後は深海に沈んで貴重な食料になるよくできた生物。クジラの死骸が深海まで落ちてクジラ骨群集を形成してるの謎の芸術性あるよな。アルビノやって。これも早神だろ。神秘的すぎやろ、悪い奴らに狙われそう。かっこよ。どうしてそんなに大きくなっちゃったんですか？でかい。こう見たらでかすぎるな。海中で遭遇したらおしっこちびるで。52Hz のクジラとかいうロマン。52Hz のクジラは、正体不明の種のクジラの個体である。その個体は非常に珍しい 52Hz の周波数でなく、このクジラと最も似た回遊パターンを持つ白流すクジラや流すクジラと比べて、52Hz ははるかに高い周波数である。このクジラはおそらくこの周波数でなく世界で唯一の個体であり、その鳴き声は1980年代から様々な場所で定期的に検出されてきた。世界で最も孤独なクジラとされる。海の魔物だの伝説いっぱいあるけどほぼクジラよな正体は。こういう画像見るとめちゃくちゃ怖い。怖い。こっぱ。たまたま人入ってても魚と一緒に飲み込まれそうやな。ピノキを思い出すわ。イルカとかクジラってめちゃくちゃ賢いんやろ。案外人間には理解できん言語で会話してどっか深海で文明築いてたりする種もいるんちゃうか。人間ももともと種類いろいろおったみたいやし、こんだけ海が広いと全然ありえそうや。あのレベルの賢さなら犬や猫やカラスにもあるぞ。反動イルカやシャチなんかは知能レベルだと犬や猫やカラスなんざ比較にならんくらい賢いし、下手すや人類の字くらいやぞ。参考程度にしかならんが脳科指数はチンパンよりはるかに上やし。クジラチップ性なびし。2017年7月14日6時生き物。クジラを救助した漁師が直後にクジラに殺されてしまう事故が発生。怖すぎて草。古代の伝説の海の化け物はこいつらの死体で説明つくんやろな。なんやこえ。腐敗してガスが中にたまんねん。はい、神秘の具現化やろこいつら。古代の巨大生物が絶滅せずに生き残った感あるな。スケール感が現代の生物とは思えない。ナショナルジオグラフィックスコナンだ。陸上生物でロマンあるのはヘラジカよな。たまに貼られたりする画像コラやと思ってたけど、あながち嘘ってわけでもないっていう。これの3枚目みたいな、陸地に近くて人工物もあるとこに巨大な生き物がいるって状況にすごい不安と恐怖を感じるんやがわいだけか？わいもやでなんか怖いよな見られんわ。俺も3枚目が一番きついけど理由はそこが見えないくらい湖だからだわ。この距離は死を覚悟するわ。ちょっと小さいけどゴジラの世界の疑似体験やん。即ガクガクしておしっこ漏らすわ。もうこれエヴァンゲリオンの人やろ。文明が発達する前に困難に出会ったらガチで神様やと思うわ。泣ける。シャチの群れは流氷の上にいたアザラシを襲い一頭を海に落とした。シャチは英語のキラーヘイル殺しやクジラ、学名のオーシナスオオカメイカイからの魔物という意味という呼び名にふさわしい。まさに海の狩人だ。シャチは群れで獲物を追い詰め海に沈めて窒息死させる。だが危機一髪のアザラシの元へザトウクジラたちが近づいてきた。ザトウクジラはくるりと回転して背泳ぎのような格好になり、二つの胸びれの間にそのアザラシ推定 180kg を乗せた。波に現れて海に落ちそうなアザラシをザトウクジラはヒレで優しく支えたという。やがてシャチは獲物を諦めて去っていった。シャチがすげえのは人間を敵に回さんとこやな。人間を襲うときつい返しが来るとわかってるから一切襲ってこない。よっしゃ、クジラ滅ぼそう。やばすぎでしょ。クジラは海の環境のバランサーやからな。クジラが食べまくらないと海の生物が増えすぎて酸素量が足りなくなるんや。リアルで見たら死ぬほど怖いんだろうな。ひえー。やばすぎて草。うまそうに食ってて草。撮影者も怖いだろこれ。海やからおしっこちびっても大丈夫やな。イワシボールってやつやっけ。全部逃げられてね。イルカがイワシをボール状にして追い込む。そこにサメがやってきて狩り場を荒らす。グダグダになったところでクジラがイワシを丸飲み。水深 3000m で2時間活動できるマッコウクジラとかいう化け物。どんな意味わからん。進化しとんねん。はい、潰れないのクジラ。胸郭曲げて肺を折りたたみます。マッコウクジラは 3000m やと90分くらいが限界やで。ミナミゾウアザラシは1700で2時間とか。3000で2時間いける赤ボウクジラが潜水王や。潜水王の称号とか、かっこいい。クジラ博士おるやん。わい、生まれ変わったらクジラになりたい。シャチに食い殺されるぞ。果たして何百人前のクジラカツが作れるだろうか。でっかい魚影って怖いよな。魚影ってなるわ。
外人が捕鯨反対なのよくわからんけど、バハムートはクジラらしいな。そんなことより、すんごい神々しいけど、シュノーケリングで1メートルくらいの魚に威嚇されてちびったチキンナワイは海中で困難に遭遇したら心臓止まる自信がある。一度でいいからシロナガスクジラを肉眼で見たい。昔、クジラは賢いから人間は食べないし、口に入れたら吐き出すって近所のホラフキじいさんが言ってたけど本当やろか？俺はうおうってなるで。クジラの声って海上でも聞こえるんか、爆音すぎない？さすがに聞こえる時は海上に近いとこにおるけどね。それでも海中では数百キロ先でも探知できるほどらしいで。でもお前らの世界で適応すると黒くてブヨブヨした魚だろ。お前だって口にゴキブリ入ってきたら吐き出すだろ。鳴き声のやつ後付けかと思うくらいすごいな。不気味さとはまた違った怖さがある。あとイルカはほんと賢い。体に巻きついたロープを人間に切ってもらおうと、ダイビング中の人間に近づいて、しかもナイフ持って他人を見つけて寄ってくんだから落とし口すぎるわ。賢いからっていうか大抵のクジラはあまり大きな動物は食べない。大きな動物って数が少ないから、それを餌にするような生態だとあれだけ大きな動物が十分な個体数を維持するのは難しくなるから、人くらいの大きなものを飲み込める種があまりいない。結果、そういう種のクジラが人を口の中に入れてしまったら吐き出さざるを得ない。そもそもあの鳴き声は合成のフェイクやで。人間はクジラ的に生理的に受け付けない汚物扱いなんか。思わずギャーって吠えるわ。オキアミや小魚をこし取って食べるヒゲクジラ、セミクジラとか流すクジラなら、歯が大きな獲物を食うようにはできてないから口に入っても吐き出す。その際に怪我をするかどうかはわからん。ハクジラ、マッコウクジラとかの大型種なら人間サイズでも餌だから、通常はいつもの食い物となんか違うと思って吐き出すだろうけど、気が向けば食べそう。なるほどな。とりあえず近所のホラフキじいさんが言ってたことはきょってほどでもなく割と本当やったんやな。教えてくれてありがとう。クジラやシャチがサメみたいに人を食う生き物じゃなくてよかった。サメ以上の巨体で知能もあって群れで襲ってくる生き物とか恐怖の塊でしかない。イルカが攻めてくるぞ。細かい性質教えてくれてありがとう。一つ物知りになったわ。脆弱の極み、お前らクジラは知能が高い。殺すのはかわいそう。心理の化身は食い物やぞ。ケミカルブラザーズのザ・テストの PV の冒頭部がかっこいい。海を漂ってたらクジラが出てくるシーン。ステラー海流というのがおってやな。先々月くらいにザトウクジラに食われて吐き出された人が話題になってたよ。海洋学者は盛んにイルカとクジラが利口だというが、ニワイヌや豚の方が利口、チンパンジーやボノボだと圧勝。これ音声後付けやろ。ステラー海流本物見たかったし、食っても見たかったな。絶滅させたらあかん。捕鯨船に捕獲され解体されたクジラの胃から3人の浪費だけ消化された遺体が出てきた話を小学生の頃読んだ記憶がある。ブラックジャックの記憶喪失の元ネタの話かな。61の映像みたいに下から泡ブクブクさせて追い込み漁みたいなこともするんだってな。マグロも黒くてブヨブヨした漁船。ケンカマンとネプチューンキングがマスク狩りした後に、なんか取ってつけたように豚肉マンのマスクをくれた。めっちゃ優しい。ギャグか？ソガのイルカ。クジラやイルカの脳みそは人間より大きい代わりに肩が1世代古いと聞いたことがあるが、どこで聞いたか忘れた。鉄の味するフミーって吐き出してそう。増えてるのは食っていいだろ。脳の細胞分裂が1回少ないんじゃなかったか。超老覚えだけど。ほんとクジラはロマンの塊。爆発するやつと人が一瞬食われるのがない。なんで白人はクジラ教徒になるんだろうな。身体に対して食道が細いとかって聞いた。人間サイズだと飲み込めへんから吐き出すって、まあ種類によるんやろうけど。イルカは大丈夫だけど、クジラは何考えてるのかわからないから怖いってダイバーの話を聞いたことがある。足ひれ加えられていきなり深いところへ潜っていかれた話がちらほら。真偽はわからないけど、クジラに飲み込まれたけど吐き出されて助かったって人のニュースをどっかで聞いた覚えがある。クジラやイルカは動物界の白人だから。白ジラ類はそもそも噛まれた時点で致命傷になりそうなんだよな。牙の太さが腕ぐらいあって、長さが手から肘ぐらいまであるのが何十本も並んでるし。でもやっぱ生で見てみないといまいち大きさの説得力ないな。アルビノのクジラって神秘的だな。白芸のモデルってやっぱりこれなんだろうか。作者が想像力を刺激されたのもわかる。ハンドウイルカやシャチなんかは知能レベルだと犬や猫やカラスなんざ比較にならん。犬猫は知らんがカラスの知能はイルカ以上な気もするけどな。少なくとも犬猫と同列にされるレベルではない。基本的に助かった人の話しか伝わらないからな。クジラに食われて消化された人がいたとしても、体験談を語ってくれない。昔自分たちが乱獲して絶滅しそうになったから差別問題もそう、連中が一番激しくやってた。
てめえらがやらかしてきたしっぺ返しが今になってやってきてるのに、その問題を世界にすげ替えてるだけ。だから国際機関が声高に訴えることなんて日本は真面目に取り合わなくてよい。私は宮古島で大きなダツ様に危機に囲まれ、周りをぐるぐる回遊されて腰抜かしました。ダツガメに刺さった人の写真を見たことあるので。ほら、吹きじいさん VS 人吹きクジラさん。マナティも人間によく食われていたからヤバかったね。ジュゴンも美味しいらしい。カラスやイカタコも賢い部類だが容赦なく駆除したり食べたりしてるからな。利口さを理由にするならこいつらも守れ。ゲームだけどウィッチャーさんで海泳いでたらバカでかいクジラが間近に出てきてクソビビったわ。ボノボすごい賢いような感心するわ。イルカはイカにもフレンドリーだもんな。クジラの死骸が爆発する映像かと思った。本当に最近シャチやクジラの動画にハマってた。クジラは基本小さい魚しか食べないので人間を捕食することはない。運悪く食べられても異物と感知して吐き出すので飲み込まれることはないとされている。人間雑食なのに漁獲量だけでこの量かよって逆に思ったわ。廃棄する分も含めてんだろ。累計これの数倍は搾取しているであろう。人間死んでも他生物の栄養にならん。かっこいいっていうか神秘的で大迫力だよね。でも海洋恐怖症の人間が見たら絶対腰抜けかしそう。ケミカルブラザーズ良いよね。イルカやクジラの賢さは舐められんぞ。例えばベルーガ白イルカは自ら道具を使って遊ぶ。名古屋港水族館のベルーガのナナちゃんはショーの時間以外にも自分で勝手にボールをプールサイドの壁面にバウンドキャッチして遊んだり、餌用バケツにボールを投げ入れて飼育員さんにドヤ顔したり、人間の幼児並みに賢い。記事に出てる図はかなり恣意的なデータの使い方してると思う。漁獲量の方は海面に限ってるし、多分クジラが摂取する生物の方はオキアミのような漁業の対象とはならないような種まで含めてる。漁業上で価値を持つ生物に限って、かつ漁獲量を全ての形式を合算すれば差は縮むだろうし、クジラの死骸が生態系に与える影響を考えると単純な量の比較は意味がない。昔関野義春がカヤックでクジラの群れに近づいてる映像を見たけど、良くも悪くも人に全く無関心だったな。ダツはマジ怖いね。鳥は下等雑魚、恐竜は知能低い下等雑魚、シャチはティラノサウルス真っ二つに殺す。水族館で見るピラルク程度でも同じ水中にいたら発狂するわ。白芸すごいな。アルビノのクジラがいるなら逆の真っ黒のもいるのかな。名前忘れた。ムツゴロウが言ってたけど食道が非常に狭いので人間食えないらしい。白クジラなら食いちぎれるだろうけど。陸生の猿の一種でしかない。人がなんと人いるクジラ類の数分の一の水産資源を消費してるって冷静に考えるとヤバいな。小魚の群れを食べてるクジラかっこいい。クジラの怖い画像は絵についてるアニサキスの群生記も過ぎる。変にググんない方がいいレベル。最後までご視聴ありがとうございました。面白かったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価お願いします。次回もお楽しみに。